今日は肩のトレーニング動画を撮りたいと思います。よろしくお願いします。今日行う肩のトレーニングはですね、一応サイドレイズとダンベルのショルダープレスをやろうと思っています。では早速サイドレイズから始めていきたいと思います。じゃあまずですね、ウォーミングアップということで軽めの6キロのダンベルを持ってやりたいと思います。サイドレイズで一番大切なポイントっていうのはですね、肩を落として動作を行うことだと僕は思っています。ですので上げるときにですね、一緒に肩が上がってしまうと、これは僧帽筋を使って持ち上げる形になってしまいますので、僧帽筋を使わないようにですね、極力肩を落としたまま腕を持ち上げる。こういう感じで行います。で、あとですね、サイドレイズっていう名前ですから、極力ですね、真横に上げるように意識します。もう一回正面から見ると、こんな感じです。じゃあもうちょっと重量を上げて、次は10キロでやってみたいと思います。はい、という感じです。僕は今ですね、このふわっと上げる勢い以外はほとんどチーティングを使わずに行っています。こういう体を前後に揺らすチーティングだったりとか、例えばこう膝を使ったチーティングとかっていうのが、サイドレースのチーティングの一般的なやり方だと思うんですけども、今はですね、そういうのを極力使わずに行うようにしています。で、今日はですね、その、ハンドを使わないやり方でできる範囲の重量でやろうと思ってますので、さっき10キロでやったとき12回で結構限界でしたので、今日はこの重さでやろうかなと思ってます。じゃあ2セット目いきます。結構肩が張ってきました。どこまで、上げれるうちは続けるかっていうのは、これはね、正解はなくて自分の感覚でやっていただければいいと思うんですけど、僕は三角筋のですね、その収縮が感じられなくなったらもうやめるようにはしてますね。今のも、最後の1回は微妙な感じでしたけども、一応三角筋にグッと負荷が乗ってるのが自分の中では分かるんですから、それを最後の1回ということでやっていました。三角筋の収縮が分からなくなるまではやらないという感じで、行うようにしています。じゃあ3セット目。よいしょ。
次はですね、今やった3つのダンベルをドロップセットで落としていくっていう感じでやっていきたいと思います。今ね、6、8、10ってやれてたので、逆に10、8、6っていう感じでドロップセットでやりたいと思います。いきます。最後6、いきます。はい、結構肩はパンパンに張りました。はい、という感じです。じゃあ、次はですね、ダンベルを使ったダンベルの、ショルダープレスをやりたいと思います。今日はですね、両手で上げるショルダープレスじゃなくて、ちょっとね、こうオルタネイトで上げるショルダープレスをやってみようかなと思います。あんまり重たいのできない種目なので18ぐらいからやってみます。で、こちらはスタンディングでやりますね。せーの、よいしょ。じゃあここからいきます。よいしょ。ああ、きつ結構効いてますね。8回かなしかいきませんでした。で、これはですね、きつくなった時にちょっとこう体で逃がすことができるので、そういう意味ではチーティングを使いやすい種目だと思います。両手でやると18ってそんな重くないんですけどね、片手でやると結構きついです。まあ、これもトレーニングのですね、バリエーションの一つとして見ていただければと思うんですけども、じゃあこればっかりやってたらいいかっていうと、そういうわけではなくて、たまにやってあげると、例えば普段両手でやってるんだけど、バーベルだったりダンベルで両手でやってるやつをたまにこういう種目をやってあげるとですね、また違う刺激が三角筋に加わりますので、まあ、それはね、結構体がびっくりするっていう効果があると思います。じゃあ2セット目、よいしょ。せっぽし、いきます。
ちょっと体の使い方のコツを覚えたみたいで、2セット目よりも疲労が残ってたんですけど、2セット目の方がちょっとだけできた気がします。こんな感じで慣れない種目っていうのは最初体が適応できてない部分があって、結構ね2セット目の方がすんなりできちゃったりする時もあったりしますね。よし、じゃあ2セット、よいしょ、よいしょ、いきます。最後ドロップでいきます。よいしょ、10キロ、よいしょ、せーの、せーの、よいしょ、よいしょ、ふぅ、はい、もう終わんないです。はい、結構肩きました。もうね、手を上に上げるのも結構だるい状態です。これで一応今日の、はい、三角筋のトレーニングは終わりたいと思います。はい、という感じです。今日のですね、三角筋のトレーニングは、2種目しかやってないんですけども、一応サイド と、ショルダープレスでフロントを鍛えました。あとですね、やってないのは、僧帽筋と三角筋後部になるんですけども、今日はですね、それはやらずに、というのは三角筋のトレーニングは、今週はですね2回目なんですね。ちょっとトレーニングの都合でそういう風になっちゃったんですけども、ということで、今日はあっさりめで、ショルシュラックとあと、リアレースですねは飛ばして、それはですねまた次回のトレーニングでやりたいと思います。ということで、今日は三角筋のトレーニングの動画を撮ってみました。一つの参考にしていただければと思います。ありがとうございました。